はい、どうもブリスベンのミッシーです。今日はね、うちのパートナーの D 猫さんからリクエストがありまして、手作り餃子を作ることになりました。でね、今日も手ごねの生地でやっていくんですけど、生地はね、ある程度こねて今寝かせてある状態です。今からちょっとね、種を作っていくんですけれども、以前ね、動画でゴールドコーストにある無双ラーメンさんのその動画を上げたんですけれども、その時に食べたチキン餃子がね、すっごく美味しかったんですよね。で、うちでも先日チキンのこのね、鶏ひき肉を使ったシューマイを作ってみたんですけど、これがね、またなかなか美味しかったんですよ。思った以上にジューシーで、結構バサバサってなりそうな感じするじゃないですか。でも意外とそんなことなかったんですよね。だからちょっとうちでもね、チキン餃子ちょっと真似してやってみようかなって思って、ちょっとチャレンジすることにしてみました。餃子ってね、オーストラリアで作るとなると、アジアングロッサリーが近くにない方だとね、もう本当にもういろいろ揃えるのが大変なんですよね。家庭菜園がある方はね、ニラとかいろいろね、お庭で取ってきていただいてもいいんですけれども、そうじゃない方もね、たくさんいらっしゃるかと思うんですよね。で、私今回やるのはね、アジアングロッサリーまで行かなくてもオーストラリアのスーパーで全部買い揃えられる、もうシンプルな材料でね、餃子の種を作っていこうと思っております。はい、じゃあね、今日使うのは本当にもうすっごい少ない材料で、キャベツと玉ねぎ、生姜ちょっとカッサカサだけど生姜ね、ニンニク、これを使います。玉ねぎがね、結構いい感じなんですよね。キャベツの甘み、玉ねぎの旨味というか甘みというかが、このね、お肉の味をね、うまいこと引き出してくれるんですよね。だからなんかこうね、今までキノコとかなんじゃかんじゃいろいろ入れましたけど、なんかそんなことしなくてもね、十分美味しいジューシーな餃子ができたんですよ。ほんとね、今日はこの材料だけでやっていきます。ほんとにもうザクザクと切るだけでね、できちゃいますんで。キャベツはね、これちょっともう前もって洗ってあります。最初のアスプレイの動画の時に、実は私餃子をね、食べたくてニラをね、買いにアスプレイに行ったんですけど、ニラが売ってなかったんですよね、あの時ね。そう、それでね、諦めて結局シューマイにしたんですけど、で、ワンタンの皮を買って、でワンタンの皮すごい美味しいってことになって、でまたシューマイハマってみたいなね、そのパターンだったんですが、餃子食べたかったんです私。なんかシューマイよりやっぱ餃子の方が好きなんで、ただ結構ね、シューマイって、皮さえあれば楽に作れるんですよね。だからこう作り手側からとしても結構作りやすくて好きなんですけど、餃子って餃子だけをね、バクバク食べれますけど、シューマイってそうでもないような感じするんですよね、個人的にそう思うんですが。餃子だったらほら、お野菜いっぱい食べれるじゃないですか。彼は本当にね、緑のものが大嫌いなので、なかなかね、お野菜を食べないんですよね。増えてきたかな。そんなに気を使って超細かくっていうのはしなくてもいいような気がします。ある程度でいいんじゃないですかね。自分の納得がいくところまで刻んでいただければいいんじゃないですかね。それこそ前はね、フードプロセッサーで全部ガーンってかけてたんですけど、私はあまり細かすぎるのね、好きじゃなかったんですよね。で、これにちょっと塩、別に、塩もみしなくてもね、美味しいんじゃないですか。美味しくできると思いますよ。でもなんか歯応えが良くなるって書いてありますよね、やっぱね。私はとりあえず今日やってみようかな。なんとなくね。あとほら、味もこっちの方がやっぱしっかり効くんじゃないかな。はい、じゃあね、玉ねぎ、そんなに玉ねぎ入れなくてもね、大丈夫なんですよ。これ多分これ2個で十分かな。お餃子に玉ねぎ入れる方いらっしゃいますよね。私なんか前お友達から玉ねぎ入れたら美味しいよっていうのをちょっと聞いたことがあって、それで思い出してね、玉ねぎ入れてみたんですよね。もう本当に美味しかったです。長ネギ使ってましたけど、長ネギより玉ねぎの方が全然美味しい気がしますね。はい、玉ねぎ入りました。これ玉ねぎこんだけでいいかな。で、鶏肉、キャベツは4分の1ぐらいの量ですね。で、玉ねぎは小1個で、そうね、この鶏肉は 500g なんですけど、なんかね、前回は、この量に対して豚肉 250g でも十分ジューシーで美味しい餃子ができました。どうしようかな。半分にしてみる？この肉のブヨブヨ感がね、すごいですね、このひき肉の。なんか、十分っぽい感じがしますね。むしろキャベツ入れちゃってもいい気がする。玉ねぎ入れてみようかな、もうちょっと。半分で結構いい感じになりました。なんか真っ白ですね。で、ここにね、いろいろ調味料を入れていくんですけど、
外に住むために必要なスキルとかってなんかいろいろ語ってる、まあ、ツイートでもね何でもありますけど、私はねその中の一つで絶対ねあった方がいいスキルっていうのは自炊力だと思うんですよね。食べ物ってやっぱストレスになると思うんですよね。食べ物にねこだわりない方ってまあまあいるとは思うんですけども、そうでない限りはやっぱりこの日本のね何々が食べたいみたいなのって結構ストレスになってくるんですよね。でさっきのそのニラの話じゃないけど、簡単に手に入らない材料とかもあるじゃないですか。それをね工夫して何で代用するかとかっていうのもねすごいあの日々考えさせられるし、そういうのがね考えるのが好きっていう人はねあの結構ストレスなく住めるんじゃないかな。なんかこう工夫するのが好きみたいな感じの人はね本当ね妥協しなきゃいけないところってあるんですよね。田舎のスーパーにはニラがありませんので、まあ、自分で育てるか本当ね、こういう風にニラがなくてもできるようなレシピを考えるとか、妥協と工夫をしていかない限りは何にも得られないんですよね。あのストレスだけが溜まっちゃいますよね、まあ、私もすごい散々ストレスを溜めてきた方なんで全然偉そうには言えないんですけど、そうあとねそう今思い出しましたけど、車の免許運転経験が日本であってよかったなと思います。私は、まあ、16歳の時から公道で、まあ、公道に出て、まあ、走ってるから、その感覚っていうのはまあ慣れてるわけですよね。だからそんなに怖い思いをせずにすっとまあ車の運転ができたのでこっちでも、だからまあ、うん、よかったなと思います。その経験があって車って本当にこっち結構必要だし、まあ、住んでる場所にもよりますけど、まあないかあるかよりは全然ある方がいいですよね、車の免許ね。こっちでね免許を取るのも安くできるし、うん、なんか日本よりも全然安くできるんですけど、英語がすごい得意な人だったらいいと思うんですよ。ドライビングスクールとかもあるし、でこっちはねドライビングスクール通わなくても別にいいんですよね。必須では、まあ日本も必須じゃないけど、こっち行って運転免許取るときにね、みんながみんな教習所みたいなところに行ってるわけじゃないんですよね。で教習所みたいなのなくって、まあ、ドライビングスクールで先生がその、まあ、自分の車っていうか、まあ、その会社の車っていうのかな持ってて、で一緒について教えたりする場合と、お父さんとかお母さんとか一緒に乗ってあのまあ訓練するみたいなね、こう親とかまあパートナーとかそういう人たちに教えてもらうから、やっぱりね言葉がきつくなっちゃったりとかするんですよね。しかも自分の車じゃないですかだからね結構なんかこうキーキーしちゃうんですよね、どうしてもね。教え方がちょっとムカつくからとか言って運転しなくなっちゃう人とかもいるんですよね。もう L の状態でもうやめちゃう人も結構いるんですよね。まあお金かかっちゃいますけど、どうしても免許を必要であればねドライビングスクール行った方がいいような気がするんですけどね。さあ今ちょっと揉み込んでますけどね、なんかもうすごいいい匂いがすでに、玉ねぎとキャベツと鶏肉だけなのに、あとまあ塩も入ってるけど、ほんとちょっと胡椒とか入れちゃったりとかしてね、なんか D 猫さんって面白いな。生姜、これキャベツ紫のやつちょっと入れたら綺麗かもね。でもすぐそういうこと考えちゃうんですよね、なんかこうしてみたらどうかなとかあんまり余計なこと考えない方がいいですよね。そういうことやって失敗することの方が多いんですけどねもうそうやって痛い目見ないと学べない人生みたいです、どうやら私はね。あ、いい匂い、いや、いい匂いですね。オーストラリアだと、まあ、主にスペイン産と、あとは、まあ、オーストラリア産のね、ガーリックが出回るんですけど、最近ちょっとニンニク高くなってきましたね。やっぱその、健康の影響なのかな。まあ、今冬だから、もうちょいしたらね、価格下がるかもしれないんですけど、あんまりこう、いいガーリックもね、出回ってないしね。あの、餃子にはニンニク必要ですよね。なんか、日本にいた時、本当にね、やっぱ接客業だったっていうのもあるから、ニンニクはかなり避けまくってましたけど、電車通勤だったし、周りにね、あいつなんかニンニクくせえなみたいな、ね、感じで思われるのも嫌だったんですけど、なんかオーストラリアに来てからはそんなの全然気にしなくなりましたね。なんかみんなむしろ本当普通にニンニク効いたものとか食べますよね、休憩中とか。ガーリックの効いたパスタだったりとかするんですけど、日本だったら絶対怒られますからね、そんなの食べて大丈夫みたいな、ちゃんとブレスケアしないよとか、まあ、自分も言ってたし、上司からね、まあ、言われたりとかするじゃないですか。まあ、まず基本的に食べないしねあんなね疲れる毎日送ってるのにニンニクでパワーつけなかったら何でパワーつけんだよってぐらいね思いますけどね。今って自由にニンニクが食べられる、まあ、しかも今仕事してないしね、まあ、一応ねそのガーリックブレスにならないように気をつけてます。あの、ね、そういう術は持ってます。私もう接客長いんで、まあ、でも本当ね、こっちは全然気にしなくてそういうの本当ね楽ですよね。で醤油とみりんと酒とね、この
三種の神器、あとこちらこれね、これとちょっとだいぶもうこれは大丈夫かって感じなんですけど、これイカ印のフィッシュソースね。これはオーストラリアでよく売ってるんですけど、多分日本だとカルディでもこれ売ってるんじゃないかな。ナンプラーね、これを使います。ごま油ね、あとこれですよ、忘れちゃいけないの、取り出し、ちょうどいいかなっていうところからちょっとうっていう感じで入れた方が結構ちょうどよくなるんですよ。もうなんか測ってないんで、いつもいかんなとは思うんですけど、ちょっとね、測ってると忘れちゃうんですよね、今何杯やったとか。目とそのなんていうか、リズムっていうか音の長さっていうか、そういうのでやった方がうまくいくんですね、私の場合ね。多分そういう方他にもいらっしゃると思うんですけど、グニグニやってます。いい猫さんが帰ってきました。おかえり。おかえり。今日ね、ちょっとチキンで餃子作ってみてるの。え？チキンで餃子作ってみてる。はい。じゃあね、今からちょっと包んでいくんですけど、私も最近ね、いろいろちょっと手間を省くっていうことにすごい集中してて、もうこれね、まあ、全然火とかにかかってないですよ。ここにもうね、油敷いちゃって、今から本当はね、もちろん熱したフライパンでちゃんとやった方がいいとは思うんですけど、なんかね、そんなに大きく変わらないっていうことに気づいたんですよ。そう、あのね、ここにもう出来上がった餃子をどんどん置いてって、それで並べ終わったら火にかけてっていうことをね、していこうと思ってます、うん。まあ、だいぶ滑らかになりましたね。この瓶を一応ね、きれいに洗ってあります。はい。これは包めない、これは包めないよ。はい、1個こんな感じで超ミニ餃子できました。これちょっとさすがにちっちゃすぎんな。はい、こんな感じです。これもそろそろ、ほら、このね、ちょっとこの辺はね、もうワンタンの皮で包みました。こんなにタネ余っちゃった。すごいぎっしり入ってるでしょ、これもうびっちり入ってる。置いて、ほら、これね、じゃじゃーんって感じで、こんな感じでできました。じゃじゃーん、おー、こんな感じ。ちょっと羽根つきにしなかったけど、綺麗に焼けました。ほら、ちょっとお茶飲む。よし、うん、嬉しい、なんかご飯がパーフェクトに炊けると。ほら、見てほら、美味しそう。このまま食べたい。ありがとう、待っててくれて。どうですか、美味しいですか。わかんない、わかんない、早く食べて。じゃあ私はこれね、飲みます。はい。あー、とりあえず美味しい。もう化粧ドロドロだもん。うまくいってる？